どういう内容にしようか。こうして何をするか考えるのも楽しいね。やっぱり海を撮りたいな。何よりも自慢だからね。カメラで海中の様子を撮影するのもいいと思う。陸から眺めるのもいいけど、あの青い世界を画面の向こうの人たちにも体験してほしいな。それから出会える魚の紹介もしたい。写真も用意してさ。ショート動画だからたくさんは無理かもしれないけど。あとダイビング機材の紹介、正しい取り扱い方、潜る際の注意点も伝えたいな。他には美味しい食べ物とか、最初の動画とかぶっちゃうかな。でもお刺身以外にも美味しいものはいっぱいあるし、かぶり物はなしね。考えていたのはこんな感じなんだけど、どうかな？ちょっと普通すぎる？まあ、メインはお店と内浦だからね。ダイビング機材の説明をするときは出ようと思うけど、そこ以外はいなくても大丈夫じゃない？そうかな。いたら嬉しいけど。言われてみれば確かにあるかも。生配信？なるほど、そういう作り方もあるのか。君は私が思いもよらないアイディアを出してくれるね。うん、いいと思う。初めてのことだし、ちょっと緊張するけどワクワクする。